バトルスピリッツ最強銀河究極ゼロ。バトルスピリッツ最強銀河究極ゼロ。バトルスピリッツは2013年9月22日から2014年9月21日まで、目、テレテレビ朝日系列で毎週日曜7時7時30分に全49話が放送された日本のテレビアニメ作品。本作品の名称は各社で若干の差異があるが、本項目では、 制作会社であるサンライズ公式サイトの記述に準じる。トレーディングカードゲームバトルスピリッツを原作としたアニメシリーズの第6弾。本作品では物語の物体を宇宙に設定し SF 色の強い作風になっている。またタイトルロゴは従来作品よりもバトルスピリッツの文字が若干小さめになっており、やや独立色が強めになっている。 設定量が多いことも特徴。スタッフはキャラクターデザイナーにバトルスピリッツブレイブ以来となる石川哲也を起用。その他はおおむね前作同様の夫人である。また、主要キャスト陣のうち数人は前作バトルスピリッツソードアイズから配役を変更の上で引き続き出演するほか、携帯ゲームを含めた歴代バトスピ出演経験者も何人か参加している。 バトルシーンも一新されており、バトルスピリッツ少年激破団からの伝統だった。ステップ宣言が廃され、ルールは分かりにくくなっているが、後にある程度は説明されるようになった。その一方、前作同様プレイヤーもフィールドを動き回る、コミカルになっている、等雰囲気や CG バトルを重視したものになっている。ネクサスの CG が簡略化されて、イラストになっているのも特徴。 話のテンポ上、クライマックスのみ描写されることも珍しくなく、1話で2人以上バトルすることもある。アイキャッチには、シャッフルされた3枚の中から1枚だけ無限のカードを見つけるゲーム要素が加わっている。CM が終わると、無限が、俺はここだぜ。と言って、正解の位置を視聴者に見せ、最後にカードから元の姿へと戻る。本編終了後、 まだまだ続くよと題して、石川哲也によるイラストが表示され、ボツイラストの一部もツイッターで公開されている。番組ラストには、今週の一番星と題して、カードが紹介される。放送開始前週である2013年9月15日には、事前特番、究極ゼロだ。直前 SP ごちそう冒険ツアーズ。が放送された。 また制作局のメテレで2013年10月19日より始まったバラエティ番組アタックしますけど何かでは台湾出身のアイドルユニットウェザーガールズとコラボレーションしたミニアニメを放送している。前作同様、文字多重放送にもかかわらず、その中の字幕では一番性の例のセリフは黄色だが放送当時水色で表記される。 登場人物は毎回異なっていた。本作品の完結をもってメテレを制作局としたバトルスピリッツのアニメシリーズの放送も終了。その後放送局をテレビ東京系列に変更したバトルスピリッツ劣化魂バーニングソウルが2015年4月に放送開始されるまでアニメシリーズはおよそ半年余りの休止期間に入ることとなる。 2014年8月1日に DVD ボックス化計画がスタート。前作と同様、受注が一定以上に達したら発売が決定される形式で開始、同年10月に無事発売が決定し、翌2015年3月より予約者へ発送が開始された。2021年9月29日から YouTube、BN Pictures チャンネルにて毎週1話ずつの 全話無料配信を実施。人間たちや宇宙人たちが広大な銀河の海を駆け巡る時代。今、一人の少年と一匹のドラゴンがスペースシップ一番星号で星の世界に果てなき、冒険の旅に出発しようとしていた。少年の名はレイ。チビドラゴンの名は無限。彼らは銀河のあちこちにあるお宝バトルスピリッツをゲットするカードクエスターと呼ばれる。 駆け出しの冒険者である。霊と無限の目的は、究極のバトスピを手に入れること。究極のバトスピは、どこにあるのか、どんなバトスピなのか、誰にもわからない。だが霊と無限は、持ち前の楽天さとバトスピバトルの強さを武器として、他のクエスターたちと時に敵対し時に、まじ立ちとなり、究極のバトスピへ向かって突き進む。一番星の霊が乗る船。 黄色い星型が特徴でモチーフは銀河系。船の出力はセットしたデッキによって左右され、アルティメットが減ると出力が下がる。銀河三バガラスされ神戸型の宇宙船、カラスマルに乗る。当初は少し強い程度の波のカードバトラーだったが、例にバトルを挑み続ける中で実力をつけ、ジャスティスカップでは上位に勝ち残るほどの実力を見せた。モチーフは、 お笑い芸人から来ている。最終決戦で自分たちが魅力に見守られていたことに気づき彼を救出。その後は魅力と共に宇宙誤りの旅に同行している。異次元の侵略者銀河七小宇宙船、ビーナス号で宇宙をかける女性のみで構成された宇宙海賊。構成員は30人ほど。海賊といっても活動は主に人助けである。 ビーナス号のモチーフは、天使の乗る船。惑星蛇口、惑星グリーンスムージー惑星アサクササル合奏中、行き、アマテラス学園惑星ブルーストーン惑星図書館、惑星カチドニア、秘境惑星マジカルミステリーミュージアム水ス水イスイ、水星惑星ジャスティス究極グーボイド一部は、レギュラー声優が兼任している。登場時に、使い手と会話するが、バトル中話すことは少ない。 究極三流人特番などによる放送休止は以下の通り最強銀河究極ゼロ、バトルスピリッツ DVD ボックス特典監督及び一部声優が同じことを利用してバトルスピリッツ派をバトルスピリッツソードアイズのキャラクターと究極ゼロのキャラクターが交流する様子を描く究極のバトスピネを求めて宇宙を旅する霊たち旅の最中 SOS 信号を受け取り、キリガやエリスと共に駆けつけるとそこにはスイーツメイツの支配をもくろむ、決まりの姿がありがとうございます。